能力っていうのはまだまだ上がるんです。それが知らずに、やみくもに部分的にギュッギュッて伸ばすストレッチをしたり、ギュッて部分的にトレーニングをしても、実は言葉足りないことが、キーワードは全身、部分的から全身。この足の指を使ってですね、足を最初パーにしてついて、これをグーにして、パーにして、グーにして、こういう風に指で進んでいきます。これを安藤さんからも手を確認していただいて、これを下半身は動かさないで、上半身だけ骨盤をロックした状態で体をねじっていきます。こんなもんですよね。こんなもんです。いただいて、ここに背骨があるわけですよね。ここに背骨があることによって、こう重なってます。この背骨をスライドさせるので、頭から反るのではなく、この反りたい部分の胸の下あたりから入ってきます。そうです、そうです。手を持ちたので、そうです、そういうことです。で、首の付け根だけですね。首、そして顎のあたりに来て、最後に後ろをぐわっと向いていくと、人間の体は骨盤と胸郭、この胸、あばらね、あばらと頭蓋骨、この3つでバランスをとっているわけです。なので簡単に言いますとですね、 S 字カーブが出来上がると、ここの骨、肋骨ですね、肋骨だけがワンブロック前に出てます。この状態ができていると正しい姿勢になります。ですから先ほどの丸まっている状態だと、バランスが一番後ろにあるから背もたれが必要なんですね。これがちょっと前、足の付け根よりちょっと前ぐらいに重心が来るようにして座れば、はいどうぞ、あら、まっすぐ、が先ほどは何センチでしたか。マイナス 0.5。 はい、じゃあ乗っていただいて、はい、マイナス 0.5 だったものが、はい、せー、はい、どうぞ、呼吸しながら、マイナス 0.5 だった、おー、すごいねー、すごいねー、降りてください、すごい、イエーイ、イエーイ、もうすごい、もう